はいどうもガジュマルです。今日は赤足の夫こと僕と光太郎についてお話ししたいと思います。なぜ僕とを選んだかというと、赤足の動画が皆さんのおかげでびっくりするくらい伸びたので、これは僕とさんもやらなあかんと思ったからです。僕と光太郎さん、では早速プロフィールからいきましょう。僕と光太郎、僕とって珍しい名字ですよね。こんな名前の人いるんかな。あと見た目と学校面が一番リンクしてる選手かと思います。目の形めっちゃめっちゃフクロウ、髪型も眉毛もなんかフクロウに見える。光太郎の由来は配給極み曰く、周りを照らすような人になってほしいという意味だそうです。もうその名の通りの人になっておりますね。ご両親の教育がさぞ良かったんでしょうね。もう赤押しとそこも一緒ですね。家族構成は姉二人、まあ言われたらそんな感じがしますね。こういうのってなんか言われたらそんな気がしてきますよね。身長 185.3cm、 でっ竹内涼真やん。まあ、配給の登場キャラね、バレーやってるんで大体でかいですけどね。まあ、それと並ぶ木村沙織選手もやばいな。78.3kg。重っ。しっかり筋肉。誕生日9月20日。同じ誕生日の芸能人は安室奈美恵。おーええやん。好物、焼肉。もう人類の9割これ。最近の悩み、悩みって漢字、どう書くっけ。これで悩むやつが世界で一番悩みがないんよ。もはや悩みが何もないやつより幸せ。続きまして、僕とさん初登場シーンはこちら。いや何このしっくりこんなーって顔。あなた今後こんな表情するときないやん。せいぜいクロスってどう打つんだっけの時くらいのもんや。まあ、僕とさんの第一印象は、ヘイヘイヘイばっかり言う、まあ、日向より騒がしいキャラやな、アホやな、くらいでした。まあ、でもその印象がまず変わったのは、もうその瞬間があるかないか事件ですね。間違いなく。まさにこの瞬間があったからこそ、ツッキーも読者も心打たれたんじゃないかなと思います。ここが僕とさんは初めて好きになったポイントですね。あ、この人ただのアホキャラじゃないんやって思わされた瞬間ですね。このシーンですね。もともと得意だったクロス打ちをブロックにガンガン止められて、クソ悔しくてストレート練習しまくった。んで、次の大会で同じブロック相手に全く触らせずストレート打ち抜いたった。その一本で俺の時代来たぐらいの気分だったね。その瞬間があるかないかだ。将来がどうだとか、次の試合で勝てるかどうかとか、ひとまずどうでもいい。目の前のやつぶっ潰すことと、自分の力が120% 発揮された時の快感が全て。後々このシーンをね、見返してみると、この将来がどうだとかというセリフは赤足のタスクフォーカスとリンクするんですよ。まさに目の前の今に集中しているっていう点も素晴らしいですね。この時からもう意識できてたんやなと思います。ただもしもその瞬間が来たら、それがお前がバレーにはまる瞬間だということでね。これが配給の沼にはまる瞬間と言っても過言ではないですね。はい、続いて、敵味方関係なく士気を高めてしまうこの僕とさん、素敵すぎません？味方の士気がまあ上がるのってわかるじゃないですか。でもそれが相手さえ士気が上がってしまうっていうのはね、敵対意識を超えるだけ魅力的な証拠ってことなんですよ、僕とさんが。そんなんかっこいいですやん。それも裏表のないまっすぐな人柄ゆえでしょうけどね。そら後々客から僕とコールかかりますよ。はい、次、僕としょぼくれモード。もうこの人物の持ちうる最大のギャップでしょ。見てください、この顔。餌なくなった時の犬。これはアニメでもいい描かれ方してましたね。続きまして、美味しいところはくれてやる、だからさっさと復活しろエースのところですね。この言葉に込められた尋常じゃない僕とへの信頼感。普通ね、信頼されてなかったたら美味しいところなんて渡すわけないんですよ。渡したくないじゃないですか、美味しいところ。でもこいつやったら渡してもいいかなって思われてるってことなんですよ。復活してほしいとも思わないです。しかも復活しろ僕とじゃなくて、復活しろエースっていうね、実力をしっかりと周囲も認めてるっていうことがわかるというね、この満腹セット、ありがとうございます。もうお腹いっぱいです。ここの鵜飼監督のセリフね、本当にこの通りでね、リーダーといえばまあしっかりしてるって印象ありますけど、リーダーがどこか抜けてるからこそ、こんな風に周りがもうしょうがねえなーって言って支えるっていう形もあるんですよ。こういう形のリーダーっているんやなっていうのが、まだ一つ面白い表現の仕方やなと。例えば青葉城西だったら及川がいるじゃないですか。で、白鳥沢だったら牛若がいるじゃないですか。それぞれが活躍するという形でみんなを引っ張ってますよね。でもそれに対してフクロウ谷だけがリーダーを周囲が支えるという形でチームが成り立っているっていうのが面白いんですよね。
続きましてだいぶ飛びます、ムジナザカ戦。前回の赤足の動画ではね、赤足しか触れていませんでしたので、今回はもうがっつり僕とさんに触れていこうと思います。はい、初っ端僕とさん史上一番おもろいシーンやと僕は思ってます。どういう表情、作画進撃の巨人やん。ナイスレシーブって自分で言うとこも満点、ギャグとして非常に完成されている。あとこのコマも好き、さすが日向の師匠だな。教わったわけではないですが、そいつのは大体ぶつかってるだけで、今の僕とさんのは胸部のレシーブを選択したやつです。いらんとこ饒舌。朝日さんは感心するところ、日向は謙遜するとこおかしいし、影山の珍しい饒舌ツッコミ、しかも的確。続きまして、しょんぼり僕と、なんで落ち込んでこんな学校の机の下に行くかな。しかもね、想像してください、最初にお伝えしましたよね、この人ね185センチですよ。185センチの、身近な人想像してもらって、あの大男が机の下でうずくまるんですよ。もうシュールさと可愛さがもう渋滞してる。そしてこのちょっとだけですね、赤足もねちょっとじゃないっていうのを知りながら返事をしてるのがいいですよね。そして次の試合でストレートを抜いて、このハイタッチね、僕とさんのこの笑顔じゃなくて興奮してる顔っていうのがいいですよね。多分自分で綺麗に決めてびっくりしてるところもあるんでしょうね。確かな大志を抱いてここに来たわけじゃない、ここに来れてよかったよ、大きく上回る出会いがこの袋谷のみんなにあって本当によかったなっていう、もうこの誰目線かわからない言葉ね、もう素敵なセリフやと思います。ちょっと次は細かいところなんですけど、見てください、この振り仮名伸ばし棒でね、ご所望なんですよ。このねちょっとアホっぽい感じっていうのが僕と身が出てますよね。古舘先生すげえ細けえって思いましたね。と思ってたら迫力のある表情で、じゃあ中をくれてやる、俺は今までみんなのおかげのエースだったけど、あと何日かでお前らとはお別れだから、いい加減ただのエースになるよ。はい、イケメン。何この人、ずるやん。こんなん今までアホキャラで俺がみんなを引っ張ってるって一人だけ思ってて、周りはみんなで僕と支えなきゃって思ってるかと思いきや、実は僕ともしっかり気づいてて、しかもそれだけじゃなくて、そこから自分は巣だってただのエースになる宣言、それを超インナーでただでさえ士気が上がる状況の後でこの迫力ある顔で言う、反則行為です。しかもその後サーブもレシーブもしっかり決める、この姿を見て僕の中の好きなキャラランキング、僕とさんかなり上位に動きましたね。次、感動シーンです。だって赤足だもん、大丈夫赤足はだって冷静だから、よりだって赤足だもんの方が響くんですよ。冷静だから賢いからとかじゃない、赤足の全部いいところも悪いところも知った上でひっくるめて赤足刑事だから、これ以上の相手への信頼の言葉はないですよね。赤足のリバウンドシーン、これを見て何それ教えてっていう僕とさん、これもすんごい素敵。だって皆さんね、部活今してる人もね、されてた方もね、後輩のプレーを素直に褒めて教えてくれっていう人なかなかいなくないですか。上手くなるための貪欲な姿勢と無駄なプライドを持ち合わせてない姿が人として美しい、そして楽じゃなくて楽しいを考えた僕とさんが放つ胸をついたプッシュ、ここのハハハハハ、赤足マジ奥さん、作中で2番目に奥さん味がある、1番目はねまた今度発表します。そして最後、試合後のフィードバックですね。赤足反省中、公開中、反省中なら邪魔しねえけど、すでに邪魔である、もう面白い。ここが赤足、今日のリバウンド良かったよな、最初から待ってたけど、でも吹き出しがものすごい赤足を刺してる。でこの後赤足といろいろ喋った後に、試合内容をフィードバックして練習で確実にしていく、いつもやってることじゃん、なんてこった、僕とが赤足を論破した、ここ僕の心のセリフ、なんでここに書いてんのやろって思いましたね。ここの僕とさん好きなんですよ、来たな赤足、俺は考えたんだぜ、今日は反論に反論できる、無理ではなく難しいである、このちょっと雷に打たれた赤足も可愛い、そうですねって言って笑う奥さんね、これ本当に僕すごく共感できて、大体の人が言う無理っていう言葉はほとんど無理じゃなくて難しいなんですよね。そしてここでどんどん行くぜっていう僕とさん、過去のランニングのシーンと重なりますね。ちょっとこう過去編ですね、これ中学時代に真面目にランニングしてる僕とからメンバーが近道をして、僕とさんが後ろを振り返った時に誰もいない、それでも前を向いて愚直に走る僕とさん、切なすぎるこのシーン。しかし今は袋谷のみんながいる、この対比がいい、もう逆にこの感動のために近道をしてくれたんかもしれん、あの中学の人たちは一緒に前を向いて走ってくれる信頼できるメンバーに出会えて
てよかったね、僕とさん。はい、ということで今回は僕と光太郎さんの動画でした。だいぶ長くなったんで、プロになってからの話は次の動画で分けてやりたいと思います。いつもたくさんコメントありがとうございます。こんな動画やってくださいとかあったら、もうぜひ書き込んでいってください。ありがとうございました。さようなら。